おきげんよう、フォールアウト4を引き続きやっていきたいと思います。俺は接近武器なのかな。こういうロードも結構ワクワクする。初めてフォールアウト3をやった時を思い出す。これは正当進化と言っていいのかな。よし、ではここを出よう。前回ターミナルで開けたんだったかな。開いてるってことは開いてるってことなんだな。よし、じゃあ出よう。前回までは奥さんが殺されて赤ん坊を奪われたところで、そしてラッドローチがいる。これは警棒でいいかな。あ、間違えた。こうだ。操作がまだ。LT 長押しで銃を構え、知ってます。うん、まだバッツは使えないのかな。ピップボーイがなきゃダメなのかな。おりゃ、おりゃ、あーあ、痛そう、これ、ひとかじりごとに。痛そう。これだけでかいと。でも前作のような光沢がない、光沢がない分気持ち悪さが減っている。そこは批判していく。なぜ気持ち悪さを減らしたんだ。ラットローチには気持ち悪さが必要だ。誰か生きてる。誰も生きてない。ここから誰か脱出したのかみたいだね。なんでみんなここで死んでるんだろう。残ったのは俺だけか。さっき住民が何人いたか確認すればよかったな。ハンマーは武器にできないのかな。行こう。結局みんな逃げようとして撃ち殺されてしまったのか。あ、ピップボーイだ。このなんど腕が、生前腕を切り取られてしまったのか。にしてはあ、無機質はすごいな。これでバイタリティとかもわかる。優れものだ。 64K しかラムないのに、グッ、このキャラクター、おお、一緒だ、一緒のこの安心感。3から何年経って発売されたんだっけな。発売当初は発売日に買いに行こうと思ったけど売ってなくて断念したんだよな。よし、行こう、外に出よう。あ、これは管理者権限を持っている。これ好き。この機械が壊れたら一生出られないんじゃないかっていう、この銃痕がある。争いが起きた後だ。絶対こんなん人のその力じゃ開けられない。よし、いい曲だな。なんかもう分かるよ、人が過ちを繰り返すってのが伝わってくる曲だ。曲で伝わる人の過ち。よし、開かない。あぶつけて開けるシステムだった。あ、すごい、感性がある。これは3になかった感性というのか、このターン。よし、行こう。このボルトはエレベーターがあるんだね。いろいろと機械に頼りすぎていてね、大変だ。前作のボルトは洞窟に作られていたから扉を開けるだけでポンって外に出られたけど、これ戻ってこられるのかな。終了してボルトを出る。悔いはない。
をご利用いただきありがとうございました。こちらこそ。パーセクションは周囲の環境への知覚能力を表し、高いほどバッツの際の攻撃がヒットしやすくなる。これはボブルヘッドじゃないか。全部集めないと。全部前作全部集めました。もう全部本当に全部やったのでやらないとあの全部集めた時の達成感が眩しい。この眩しさがいい。やっぱこの眩しさだ。人は過ちを繰り返す。ちょっと待って、録画の方ではあの実績が表示されていないや。ちょっとなんとか実績が表示される設定にします。数秒お待ちください。こうすればいいのかな。録画中にやったら、あ、大丈夫だ。 OK、 動いてる。よし、始まった。パート2にして始まった。人は同じ過ちを繰り返す。私もまたフォールアウトという時間泥棒で過ちを繰り返す。川だ。ちょっと汚染されてるか確認しないと。水飲める？汚染されてた水を飲むと体力が回復します。浄化してない水を飲むと放射のダメージを受けます。ほうほうほう。ちょっとじゃあサンクチュアリー、これサンクチュアリー。この曲はメイビーじゃないか。ちょっとラジオを聞きたいな。違う、違う。どうやってピップボーイ開くんだ。ピン、違う。ジャンプはここ。バトン。しまう。ピピピ。ピピピピピ。ピプ。ピップボーイ。ピップボーイ。いや、後で出る。説明は後で出る。さっき出ていたかもしれない。パート1で出ていたかもしれない。見ていなかった。ハケ。最初ガラクタだらけになって、持ち物がガラクタだらけになって身動きが取れなくなりがち。お、やった。こういうところってが、どこにでもいる。一匹見たら群れがどこかにいる。よし、ピッピッピッ。うん、冷蔵庫。ぬかチェリー、ぬかシリーズ、やむやむデビルエッグ、懐かしい懐かしいなぁ。ってことはあれもあるのかな、チェリーボムだっけ。懐かしい。ちょっと車撃ちたい。車撃たなきゃ。ブリキ缶、これなんか材料になった気がするけど、ぬかコーラのボトル。ぬかコーラも変わったな。ぬかコーラクアンタムみたいのあった気がする。コーヒーポット、キャップ箱。あ、通貨キャップなんですよね、ぬかコーラの。面白いよね。何年後なんだろう。自宅へ戻る。ここ自宅？ゴズワースと話す。ネタバレやめんかい。ちょっと待って。面影がない。面影っていうのかわからないけど。ここは自宅なのか？違う。ここは自宅じゃない。ちょっと、ここは自宅じゃない。武器をしまおう。いた、ゴズワース。私はきっとこのサンクチュアリー、この近くでも
特に資産に余裕があったんだな。覚えてる？なんてことでしょう。本当に本当にご主人様じゃないですか。ご主人様だよ。何があった？ホズワス、一体世界に何が起こった？世界ですか？このゼラニウムがまだサンクチュアリヒルズの戦争の的である以外はどこもかしこも恐ろしくどんよりしています。うん、あなた様と奥様がお戻りになったらまた楽しくなりますね。ところで奥様はどちらですか？妻を殺したやつは見てない。やつらボルトに入ってきた。もしかしてやつらを見てないか？武装した変な服装の。一週間以上前にハロウィンのコスチュームを着て走り回ってたミズ・ローザの息子だけです。全く子供から目を離すなんて、なんて人でしょう。あなた様のご家族は違いますよ。あなた様と奥様はいつも信頼できるご夫婦でしたから。ところで奥様はどちらに？ゴズワースの機能が制限されてる。殺されたっていう奴らに殺された。旦那様おっしゃっていることですが、そのありえません。気分転換でもしましょうか？そうです、気分転換して落ち着きましょう。ガラクタだ。まともな家族団らんをしてから随分経ちますね。チェッカー、いやジェスチャーゲームでしたね。ショーン坊ちゃんはあのゲームが大好きですよね。あの子は一緒ですか？すごい傷をえぐる。誘拐された、奪われた。この違いは何だ？誘拐された。ショーンは誘拐された。でも必ず見つけ出すつもりだ。息子を取り戻す。思ったよりひどいですね。なるほど。どうやら空腹誘発性パラノイアを患ってらっしゃる。200年間きちんと食べないとそうなるんです。200年だって。は？嘘だろ。実際は210年とちょっとですね、旦那様。地球の自転と古いクロノメーターのせいで多少のズレはありますが。ということは2世紀ぶりの夕食ということです。簡単な軽食を作りましょうか。お腹が空いているのでは？お腹空いてそう。個人、情報やキャップを渡そうとしない人々と思います。その場合両方とも提供。説得の難易度は黄色簡単、オレンジ色普通、赤色難しい。カリスマの与え上げると説得の、オレンジと黄色、これは黄色なのかな、平気か。コズワス、なんか少し変だぞ。故障してるのかな。どうしたんだ？私、あ、成功。その、あ、旦那様本当にひどかったんですよ。2世紀もの間話す人も使える人もいなくて、最初の10年は床のワックスを手入れしようと試みましたが、ビニールのフローリングについた核効果物を除去できるものが何もないんです。何も。あと倒壊した家の埃を払うのがいかに無駄か分かりますか？それと車ですよ。どうやって生き延びたんだ？どうやって炭を磨くんです？核の爆発を直に受け、爆風を直に受けてるはず。何を知っている？何を知ってる？あいにく何も知らないんです、旦那様。あの時は皆様とても急いで行ってしまわれた。あなた様もご家族も亡くなられたとばかり。このホロテープを見つけました。お、奥様がプレゼントなさるつもりだったのでしょう。サプライズで。それなのにあんなことになって。どんなこと？ゴズワースはさっき聞いた話を
理解しているのかな。ありがとう。ありがとうコズボス。どういたしまして。一緒に旅しよう。気を取り直して近所を一緒に探しましょう。うん、奥様とショーン坊ちゃんがひょっこり現れるかもしれません。そうだね。何か危険なものは。危険なものを見なかったか。大丈夫です旦那様。近所のうるさい犬と蚊です。調査しましょうか。たぶんわからないコズワス。そのついてきてください。これは自分家かな。わー廃れた。そうですね。200年も動き続けるロボ。おお強い。ゴズは強い。これが蚊か。あーブロートフライいる。ツリーにもいた。数匹のハエ以外は何もありません。おや、センサーが他の家で動きを察知しました。おついてきてください。行きましょう。このロボットは永久に動き続けるんじゃないか。故障ではなく多分、はい、多分主人の返答は主人、はい、ショーンはあっちにコズワス。見つけないといけない。コンコードはどうですか旦那様。あそこには人が大勢います。それに最後に確認したときは数回棒で殴られたので走って家に帰るしかなかったくらいで済みました。あ、コンコード、ツリーでいうメガトンみたいなやつかな。コンコード、コンコードに生きてる人がまだいるのか。ええ、少々手荒な方々ですが、道は覚えていますか。南の歩道橋を渡ってこの区域を出たらレッドロケットステーションの向こうです。ここに残って15を守ります。はい、うん、はい。さっき武器しまおうとしたら選択されてしまったんだ。コズワス一緒に行かないのかな。ちょっと会話に難はあるけど一緒に行ってくれたら頼もしい。もしかすると今回カクついてるかもしれない。まだちょっとしか進んでないけど一旦ここで切るとします。次回コンコードに行きます。ではお疲れ様でした。またお会いしましょう。